なかなか自分に満足してないと自分を許すっていうことがしにくいんですね。はい。俺はあいつと比べて仕事ができないしとか、また私はあの人と比べて全然綺麗じゃないしとか、ダイエットしたいと思ってるのにダイエットできない私、こんな自分を許せるわけないじゃないの、はい、ってなってしまってますね。はい。そういう人が許せるっていうのはどうしたらいいですか。自分を許せる。自分を、自分をですね。自分を、日常からこれはやっぱり僕練習が必要だとやっぱり思うんですよ。練習ですね。練習です。これ大抵みんな僕も含めてですけども、うん、うまくいかないんですよ、うん、すぐ攻める、うん、ですぐ自分を、否定するっていう風な癖からなかなか抜けなくて、本当に無意識だとすぐやるんですね。で、それをすぐ捕まえて、お、今やってたなと。で、責めてる自分を許しますっていう風なメッセージを送ってあげたりとか、自分を、まあ、完璧じゃない自分を許すっていう風なことのメッセージに置き換えてあげるっていう風なのを、日常から練習をすごくやっぱりしますよね。だから僕のところにいらっしゃる方もやっぱりその練習を日常の中でやってらっしゃいますし、それがちょっと上手になりましたとか、ちょっと上手くなってちょっと楽になってきましたとか、最近なんか表情柔らかくなったねってよく言われますとか、許してない人って眉間にしわ寄せて常に厳しい顔しながらこうなってるものが笑顔も自然になってきたねとか、なんか最近綺麗になってきたねとかこう言われてくるんですよ。練習がどんどんできて習慣化されると、どん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 そういうふうな違いが生まれてくるんで、そういった意味では楽になると思いますし、そこからまずやり始めるっていうことがすごく大事だし、でもしもそれをやり始めて最初のうちうまくいかなかったとしたら、そのうまくいかない自分を許すと。うん、そこまで。うん、で、あ、それはそうだよなと。最初はうまくいかないなって。よし。で、それはそれで OK だ。よってまた始めよう。これ、完璧に許さない人、完璧主義で許さない人は、すぐやめちゃうんです。できない。あ、無理。います、います。もうすぐや、攻めちゃう。やっぱり無理なのよ、みたいな。とか、めんどくさい、そんなの。めんどくさい。考えるのめんどくさい。教えるよ、みたいな。はい。で、そこすら許していくことにより、あ、できない時もあるな。例えばダイエットだったら、ダイエットも食べちゃう時あるな。うん、ね。もしたら、食べちゃった日があったとしても、そこでそれを許して、そこからまたじゃあ明日から始めよう。許してる人は始めれるけども、許さない人はもうやだめ、もうやめだやめだみたいな。タバコも一緒ですよね。タバコ吸っちゃったらもう無理、俺禁煙やめたみたいな。ね、今日吸っちゃったけどまた明日から始めよう、ね、それはそれで吸っちゃう時もあるよな、で明日から始めようっていうのをこうどん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 やっていくことで、継続していくことでその練習がだんだん身につけて習慣化されてっていうところがあるかな、すごく感じますね。まずは気づくってことですね。その練習を、まあ、コツコツうまくやっていくのは、まあ、できない自分を許すっていうこともそうなんですけども、はい、他になんかうまくその練習習慣化するのに、うん、するまで、習慣化になるまで、なんかうまくできる方法って何かありますか？一応、私は、だからこそ、その、ブログを、僕が書いてるブログを、その習慣化する機械として使ってくださいとか、それが、メールマガジンであったり、あとワークショップとかもそうなんですよね。
あとセミナーとかもそうですし、あとセラピーにこう定期的に来られる方もそうなんですけども、結局ここに来たり1000年来ることで、その自分を振り返ってみる機会を持つんですよね。で、今月どうだったかなとか、ね、この2週間どうだったかなとか、あそこで攻めたな、あそこで気分悪くなったな、ここで許し、ここまでは許しがうまくいったけども、ここで、はい、やめたと思ったな、みたいな。そういうふうに、あえて振り返る時間っていうのを、こう、一緒に作っていくみたいなことはやったりしてますよね。うん、で、そういうのが、より、こう、習慣化に結びつくように、そのメルマガとか、ブログとかでこう、読んでいただけるという感じで、なるべく、こう、そういう関わりが、こう、増えていったら、認識やすいなっていうふうには感じてるんですけど。なるほど。その関わりの中で、その関わりの中で、どういう関わりがあれば、そういう自分を許すステップアップにつながるように。聞き方あるのかな、どういう関わりがあれば自分のステップアップにつながるかということ、うん、どういう関わりがあったら自分のステップアップ、自分を許す、人とからどう接してもらったらとか、自分が相手にどう接したら自分のを認めたりとか肯定できたりできるかという、うん、なるほど。もう基本的にベースはそのまんま受け入れるっていうことなんですよね。大抵の場合、こんなこと考えちゃダメだとか、こんなこと思っちゃダメだっていうところから、その自分を責めるっていうのが、まあ、こう伝わってくる、し始めるわけじゃないですか。そうすると、そこの気持ちの、こう、生まれてる気持ちとか、考えてる気持ちっていうのを責めてると、なかなか自己開示しなかったりとか、こんなこと言っちゃいたんとか、人にバレてもまずいみたいな感じになるわけなんですよ。で、それを開示できるような安全な場で、思っていいよ、感じていいよ、あるよね、そういうことみたいな、わかるわかるみたいな、そういうのでその 100% 否定されずに、お前そんなこと考えてんのかよと、それはひどいなと、お前そういう考え方しちゃダメだよと、それだからお前そうなんだよみたいな、ね、もう言えない殺しといてじゃあまずは相手を否定しないように、相手も自分を否定しない、そういう場が必要なんです。そういうことですよね。だからお互いに向き合ってもそういうことを考えるときあるよね、それはそれで OK だよというふうに受け入れた上で、で僕はこうしてるよとか、こういう考え方もあるみたいだよっていうふうなのだと、自分から選びに行けるとか、自分から選択できるみたいな、それを、そりゃダメだよ、こうしなきゃダメだよ、ガーンみたいなんだと、選択権がないみたいな。そうしなきゃダメみたいな。そう考えたらお前はダメ、みたいな感じのメッセージがこう、伝わってきちゃうじゃないですか。なもんで、そこで受け入れていくっていうのが必要だし、ブログで書いてることも、そんな出来事を受け入れやすくするとか、そんな自分を受け入れやすくするために、こう考えたらいいんじゃないかっていうのをブログに載せてあるんで、こう読まれた方とかが、あ、楽になりましたとか、ほっとしましたとか、こう読んでて気持ちがこう緩まりましたみたいに、こう返してくれるっていうふうなのは、そのメッセージがそのブログの中に散りばめられてるからっていうことなんですよね。あるよね、そういうことっていうのがブログから伝わってくるところはあるかもわかんないですよね。なかなか僕の経験からいくとですね、そういうふうにお互いに相手を許し合うとか、相手を認め合うとか、いいよね、あるよねって、そういうようなことを言い合うような、そのコミュニティですか、そういうところはちょっと宗教チックに軟弱っぽく感じてしまってですね、昔のねばならない、こう強くねばならないんだ、自分に厳しくしなくてはならないんだみたいな状況では、そういうところになかなか近づけないわけです、はいはいはい、偏見ですからね、はい、自分とは違うようなコミュニティですから、はいはい、そういう人はどうしたらいい、ああ